応私が先輩なんですけど 一応なので、そう、入った歴が長いだけであって、別に全然、なんか緊張、でもまつげバッチリなので、メイクはバッチリ、ファンデーションはめんどくさくてしませんでした。めんどくさいっていうか、しなくてでも大丈夫かなと思ってしなかったんで、とりあえずアイメイクだけは完璧にしました。はい、ということで、頑張りたいです。頑張る？そうです、こんなバッチリ決まってるショールーム久しぶり。待って、昨日もバッチリ決まってた昨日も決まってた。昨日もお話し会後だったので決まってました。でも確かに髪型は昨日はもう変えてたかも。もう普通に巻き下ろしにしてたね。そういう面で見たらそうかもしれない。レイちゃんに LINE しときます。いつでもできるよって。28分から言ったらやばいかな。いいや、レイちゃんって言ったまあツイッターで言っちゃってるので別にね、って感じ。はい、緊張します。滝兄さん、ミラーボールありがとうございます。そうだね、この後に来るミラーボールはちょっと歌えなくなるので、歌えなくなるわけじゃないけど、玉ねぎの後って何やってたんだろう。あ、永遠プレッシャー、私歌ってないけど、私が歌ってるだけにしたらいいのかな、どうしよう。まあいっか、歌いたいみたいな感じ。私に期待しないで、理想の彼女になんてきっとなれない、プレッシャー正解ミラボールありがとうございます。期待しないでください。緊張してますけれど、緊張すると人間って髪を触るんです、多分はい、ドキドキですけれども、これコラボ配信するときって一回切らなきゃいけないんでしたっけ？どうなんだっけ？あんまり覚えてない。
なんかコラボするのが苦戦するイメージ。そのままやると固まる。了解。頑張ってください。ありがとう。あ、れいちゃんの配信が始まった。待って、どうしたらいいの？連絡を待とう。あ、コラボリクエストが届いてます。待って、来た。じゃあ一瞬切りますね。バイバイ、後で会いましょう。